本日ご紹介するのはグラビアアイドルでありファッションモデル、さらにはプロ雀士。高身長に加えて豊満なバスト、引き締まったウエストと美脚の持ち主であり、国士無双13面待ち、役満ボディや完全武装アフロディーテのキャッチフレーズが話題となった M リーガーの岡田紗佳さんです。岡田さんは1994年2月19日生まれの現在29歳、東京都出身、血液型は O 型、アーティストハウスピラミッド所属です。身長170センチ、すらりと背が高く、3サイズは上から85センチ、58センチ、83センチの G カップ。日本人と中国人のハーフです。そのため日本語の他に北京語、上海語、英語も堪能という語学力をお持ちです。特技は古装の演奏、クラリネット演奏で、趣味は買い物、メイク、歌唱、漫画、ゲーム、フィギュア収集です。自称運動アレルギーで、過度な運動でジンマシンを発症して救急搬送された過去があるそうです。岡田さんは6歳まで日本で両親と暮らしていらっしゃいましたが、中国人であるお母様から中国語を勉強するために中国の小学校を卒業してきなさいと言われ、単身で中国に渡られます。そこで上海で雀荘を経営する中国人の祖母と2人で暮らされていました。中国には中学生になるまで滞在し、この時期に初めて麻雀を体験されています。日本に帰国後、2009年に青山学院高等部へ入学、2012年に青山学院大学国際政治経済学部へ進学、大学は2016年に卒業されています。芸能活動の始まりは2011年、第43回ノンノモデルオーディションでグランプリを受賞され、2012年2月号からノンノの専属モデルとなられたことです。そしてこの頃から本格的に麻雀も始められます。モデル仲間がアプリの麻雀ゲームをやっていたことがきっかけだったそうです。その後、2017年4月から日本プロ麻雀連盟所属の女流プロ雀士となられ、翌2018年3月20日発売の5月号を最後に、ノンノの専属モデルを卒業されます。そして2019年の M リーグで、新規加入の角川桜ナイツからドラフト指名され、M リーガーとなられます。ちなみに、M リーグとは、麻雀のプロスポーツ化を目的とし、2018年7月に発足した麻雀界におけるほんの一握りのトッププロだけが出場できる競技麻雀のチーム対抗戦のナショナルプロリーグです。まさに才色兼備の岡田さん、麻雀での活躍もさることながら、グラビアの方もお忘れなく。おすすめの写真集は2018年3月29日発売のファースト写真集ミューズです。こちらの作品は岡田さん23歳の頃に撮影されたもので、 G カップのボディラインと透き通るような白い肌を初披露、その愛くるしい表情と抜群のプロポーションを余すところなく収録しています。テレビでは見ることができないセクシーな表情とグラマラスなボディは必見です。また最近ですとデジタル限定のものを多数配信されています。オカピーの森へようこそ週刊ポストデジタル写真集、こちらが2022年10月24日発売の最新作となっております。岡田さん27歳の頃に撮影されたものです。マルチな活躍で話題沸騰の岡田さん、これからの活動にも注目したいです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。